子どもたちもこれから、ね、中学生になっていくと思いますけれども、こうやって保護者の方はもちろんですけれども、保護者じゃない、ボランティアという形で本当に青木さんはじめこのビデオにしても卒業証書にしても本当に何が本業かわからなくなるぐらい本当に時間を割いてみんなのために一生懸命やってくれてる、なんか本当にこういうクラブに、いたことを卒業できたことを本当に皆さん誇りに思って新しい、中学生という舞台でまたいろんな活躍することを期待しています。では、今日はありがとうございました。ではこれにて、送り会を終わります。